積んでいたいろいろについて日記形式で動画にしておこうのコーナー。多少ネタバレあるんで、気になってたゲームが映ったらすぐ動画を閉じてくれよな。3月末にお休みフェーズに入った後、狼をプレイ。これは動画にして4月中頃に投稿した。月末には罪映画を視聴。ロックストック&トゥースモーキンバレルズ、ジェイソン・ステイサムのデビュー作。死ぬまでにこれは見ろ2022と書いてあるので、多分2022年に買ったやつ。ちなみにピローズのアルバムの元ネタ。映像音楽脚本とレベルの高い合格点を超える映画オールウェイズで5月、ルイナーというゲームをやった。サイバーパンク見下ろしアクションゲーム。ちょいと難易度は高かったが、なんとかクリアした。プレイ時間は7時間半。やり込み要素はスルーした。世界設定、システムともに得意なタイプのゲームじゃないのにプレイした理由はこれ。その後、ヘルテイカーという性癖パズルゲームをプレイした。SEX スタート。最後でアクションゲーになったんで、レギュレーション違反やぞと思いながら、救済措置を利用して無理やりクリアした。クオンプというゲームをやった。なぜか録音できてなかった。ボールを操作してゴールまで導くゲーム。操作方法は左クリックで軌道を変えるだけ。至ってシンプル。でもいろいろとギミックがあり、ボールの反射を利用してこれを解かなくちゃならん。これがなかなか面白かった。ボリュームはそこまでなので1時間くらいでクリアした。セール時360円で買えるゲームなので値段相応ではある。どうやら今年2が発売されたらしい。で、ウマ娘の映画を見て、その次の日くらいに100マスをやった。劇場版ウマ娘プリティダービー新時代の扉。ガクマスはリリース直後にやろうという感じじゃなかった。そもそもスマホゲーム全般のアンチみたいなとこあるんで、一旦受け入れるのに時間をかけて、覚悟を決めてからプレイした。というわけで、動画を投稿した通り、チュートリアルまではやった。あとはログインだけ続けた。あともうちょっとのところなんだから。俺だってこのマイナス10度のところ君が取れるって頑張ってんだよ。絶対やってみろ。必ず目標達成できる。だからこそネガギバ。篠沢ヒロの肋骨がと一定のトレンドに入ってたんで、肋骨をすりつぶしてマゾの紀元壇でも作るのかと思ったら違った。なお最初の引き換えのやつはその篠沢ヒロにした。そういや積みエロゲがあったようなと思って DMM のやつを確認すると、ユーフォリアがあった。これ買った記憶が全くないんだが、どうやら2019年に購入していたらしい。閉鎖空間に閉じ込められた男女が仲良しするやつ。トゥルーの終盤が熱いらしいので、積みゲー消化の流れでプレイした。確かに終盤良かったけど、前半両軸ゲーから終盤両シナリオの緩急で映画ジャイアン効果があった感じはある。動物に優しい不良みたいな。犬の自覚をきっちり叩き、うんちは剣木にある川の土手の下で鍛えたので平気だった。シナリオ目当てだったんで男汁は一回も出さなかったが、で、このユーフォリアとムーンを並行してプレイした。それもラブ。これもラブ。主人公の名前をオスナにしたんで、ネットお風呂直前みたいになっちゃった。月の光好きすぎて頭ドビュッシーになった。スイッチ移植版をプレイしたが、ゲームシステムはそのままなんで、いろいろ不便なゲームではあるんだよな。そこがいいといえばそう。売り線おじさんからタコチューが買える。こんなリンチ100万のゴロリーツメッチャー決まりかしゴロリーツメッチャーだじゃあ以前ドラッグドラッグやかましゃ早けよ出てこいこら。11時間くらいでユーフォリアより先にクリアした。ソリティアのやつも最近やったんで、今度動画を投稿する。なお、積み本は4月にエリック・サティのやつを読んだくらいで、この期間中はほとんど本を読んでなかったらしい。
買ったのに数年読んでない本もあるんで、この前買った馬娘の映画のノベライズをいつ読むか、みんなで予想してみてね。劇場版馬娘プリティダービー新時代の扉。日記おしまい。